この動画は、現代魔女による、魔術によって幸せになりたい人のための動画です。さあ、というわけでですね、時刻は11時10分を回りましたので、姫の魔女ってどうなの？このコーナーですね、坂田市の亀ヶ崎にあります黒猫魔術店の、三つ猫さんとともにですね、三つ猫さんはなんと、魔女なんですね。魔女なんです。魔女。魔女ですよ。まあ実際ですね、魔女っていうのはじゃあどんなことするのかとか、はい、どうなの？実際その魔女っていうのは、いざなんか信じられんぞと、はい、じゃあそれを魔女に実際にいろんなことを話してもらってですね、はい、魔術っていうのは本当なんですよっていうことをですね、いろんな事例とともに実証していこう、はい、事例とともにね、はい、よろしくお願いします、はい、あれなんか今日は、はい、なんか新妻な感じですねすいませんエプロン姿でそういうわけじゃないんですけど あの、はい、はいすごいエプロン。エプロンはこれはあの店の制服なんですけど。あ、そうなんですか。はい、これなんかいろいろバッチに声、はい、鎖骨、スーツ、血管とは、はい、なんですかこれ。これなんか性癖エプロンっていうのを導入して。性癖エプロン。ただのエプロンじゃダメだったの。なんか、はい、じゃあそれぞれそのクノエコ魔術店のスタッフさんはそれつけてるんですか。つけてます。はい。じゃあそのつけてる、うん、あの、うん、バッチ、はい、もういろいろあるんですか。いろいろあります。だって人それぞれでしょ、はい、性癖は。はい、いろいろありました。なんか巨乳とか。あじゃあ巨乳っていうバッチがあるの。あるそれはぜひつけてみたいね。ある、うん、はい、他になんかいろいろあるの、うん、他に S とか M とか。あそういうのもあるんだね。はい、なるほど、うん、他え、あと何、お尻とか。お尻はいはいはい、うん、なるほどね。うなじとか。あ、うなじね。でも私一番好きなのなかったんですよ。え、一番好きなのないのに。はい、じゃあそのこれ性癖エプロンにつけてるのは不完全じゃないか。不完全です。そう、一番好きなのはショタ弟なんですけどなかったんですよ。作ればいいじゃない。マニアックすぎてなかった。ショタ弟それはねってやっぱりその制作者さんも想像がつかんかったわっていう。ちょっとマニアックすぎたね。マニアックすぎるわなんですね、はいはい、1万がないと 80% ぐらいのエプロンですね、うん、ちょっと声は 80% ぐらいなんですけど。あ、声で結構、はい、鎖骨なんてね、はい、うん、男性の鎖骨ってことですか。鎖骨はわりかし選びますね。選ぶ、はい、どんな鎖骨がいいの。え、やっぱちゃんとくぼんでってほしい。あー、うん、なるほど見えてない。そうだね、うん、ピッチピチなんだよ、ね、じゃあ隠してくれ。はい、そうそうで、はい、スーツ、なるほどね。これ働く男だ。スーツはなんか普段スーツ着てない人が、うんうん、結婚式とかでたまに着るスーツ。ギャップみたいなのがありますね、うん、ありますよね。あるあるあるよね、うんうん、そういうのはね。そうそう、うん、急にね、ビシッとね、うん、普段海パンで過ごしてる人は急にビシッてなったらねかっこいいもんね。海パン、うん、小島しようみたいな確かにね。気になるんですけど、血管ってなんですか。血管は結構好きな女性いると思うんですけど。いやいや、ですよね、血管いいですよね。本当ね、あの、うん、今来てる人たちがあれだと思いますよ別に今すぐ今お店の中で 100% になりましたけど同意率は 100% ですけれども別にね。あ、そうなんだ。なんか私いかにもなんかワインしか飲んでませんみたいな血管好きなんですよ。真っ赤ってこと。なんか濃そうみたいなあ、ヘモグロビンでね。そうそう、血管がブクラって浮いてる人がいる、うん、そうそうそう。あ、じゃあグラップラーバキみたいな人がいる。特に上腕二頭筋の血管、はいはい、あ、なるほどね。あ、じゃあちょっと筋肉質でちょっと筋張ってるみたいな、はい、ちょっと筋張っててワインっぽい人がいる。ワインっぽい人、はい、ワインっぽい人、赤ワインっぽい人、ね、玉木浩二ですか。あそれではない、うん、なるほど、はい、まあそんな。あ、じゃあ黒猫魔術店に行ったらその性癖とともに、はい、そのスタッフさんの性癖をいたずらに見れるとともに、ともに、あの、うん、いろんなグッズも買える。いろいろアピールしてもらっても
面白く。なるほどね、はい、ぜひ皆さん、まあ、それには答えませんけども、はい、あらもう完全に鎖骨をもうガンガン出していってもいいみたいな。そう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 、はい、面白いかなと思って、はい、ぜひ遊びに行っていただきたいなと思いますけれども、はいはい、前回はあのモテる方法っていうことで、はい、わら人形をいただきましたけれども、はい、あのまだ今までにぶっかけられてないです。あら、残念。あれダメですか、やっぱぶっかけられてないですか。ぶっかけたら保存場所に困るんですよね。え、でもほらあれやったことによって私え、ねね、おいやおいやおい、あれや、あれあれ、うん、あ、いろいろ、え、いろいろ、いや、わら人形で、わら人形じゃないんだけれども、うん、なんかそれに近しいことを、違う、そう、はい、結婚の魔術をした。すげえ魔女。すごいね。はい、やっぱ早くかけないと。時間、え、早めの方がいいですかね、これ。多分そっか、今日。今日リアルに考えちゃいますけどね。今日ですか、今日ですかね、はい。姫にちょっとメッセージ送ってからにしよう、今からじゃあ、うん、うん、ほう頑張れと。ほう頑張れ、ほう、ほう。まあ先週のおさらいもさることながらですね、はい、今日はですね、はい、姫に相談したことがある。はいはいはい、8月5日の日に、はい、もうもう私自身そしていろんな人がですね、うん、はい、もうこれさえはい、こなせればもうどうでもいいっていうですね、うん、宮海海水浴場で開催されるアニソンウェーブという、はい、イベントがボリューム2あるんですけれども、はいはい、晴れてほしいんですよ、はい、姫、はい、晴れてほしいの。晴れないとね、晴れないとね、ちょっと会場移動になって一応イベントやるんですけれども、はい、やっぱりもうテンションはダダさ、ダダダダダ下がりなんですよ。そうですよね、ダダダダダ下がりなんですよ、うんうんうん、もうなんだよみたいな、うん、なんだったらもうちょっと出演者の人来ないかもしれない。じゃあいいみたいな感じで。あれ多分会場のせいだよね、会場の魔力があってあんな、なんか朝まで去年やってましたよね。もう今年も朝までですよ。だからね、なんとかね、ここはもう姫の力で、はいはい、晴れてほしいんですよ、はい、なんかあります？はい、ちゃんと持ってきました。私あ、そんなあんの、はい、天候を左右させるなんてもうね、ミュータントじゃないですか。でも昔はすごく肝心な魔術でした、それは。あ、まあ、はい、工作とかね、そう、雨乞いとか、とかね、そうそう、いろいろありますかね、はい、ぜひね、もう海が冷やっちゃうぐらいの晴れ、はい、晴れになる魔術をじゃあ持ってきましたよ。お願いします。はい、じゃまずですね、はい、みんなで事前にできるものがいいなと思って、はい、ぜひ聞いてる皆さんもですね、はい、ぜひやってほしい、やってほしい、やってくださいね皆さん、はい、7人いますよ。じゃあ7人の皆さん絶対やってくださいね。 やってくださいね、はい、いきますよ。じゃあ晴れのおまじない、晴れのおまじない、はい、まず1番、1番、はい、紙に、紙、紙、紙、何でもいい、紙、違う、ペーパー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 に、はい、ほうきを持った女性を描いてください、絵を。早速僕はできないけど。紙に書くと、ほうき、紙に書いてください。ほうきを持った女の子、はい、で私ちょっとキキちゃんですね。そうそう、はい、あ、マリサね。はい、じゃあ姫が書いてくれました。姫が書いてくれました。あ、こういうのでいいんだ、ほうきと。そうそうそう、こういうちょっと持ってないんだけど、持ってないけど本当は持ってる方がいい、持ってください、ちょっと持った方がいいのね、はい、これも全然難易度が高すぎてモテない、生首とほうきですけど。、マリサちゃん書いてくれみたいな感じで、はい、ほうきとね、ほうき持ってれば別に何でもいいんで、なるほど、ほうきを持ってる女の子の絵をまず描く、はい、書いてください、はい、書いてください、はい、書きましたね皆さん、それを次、はい、それを書いたら、これを、はい、軒下に吊るす、軒下に、うん、軒下にこのまま、姫これ吊るして。姫。誰描いたのこれみたいな。大丈夫ですか、ね、うん、大丈夫、このまま吊るしてください。あ、なるほど、吊るして、うん、晴れになるようにお祈りしてください。あ、それでいいんですか、どうですか、簡単、簡単、簡単でしょ、てるてる坊主みたいなもんですね。そう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 、うん、てるてる坊主よりも効くんですか。あ、てるてる坊主でもいいんですけど、うん、なんか紙に書く魔術って最近うちで、うん、すごく推してて、押してるんだ、はい、紙に書くことってすごくこう集中力が必要というか、うん、で書きながら願いを込めれるので。なるほどね、はい、とてもいいと思います。なんでほうきと女の子なの、ほ
ほうきで雨雲を払う。はい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 、はいうん、だから結構ほうきがよく使われるんですよ。あだから魔女もほうきなんだね。ちょっと違うんです。違うんだね。それはちょっとまた違うんですけど、すいませんでした。はい。息ってすいませんでした。じゃあ、はい、なるほどね。まあじゃあ女の子とほうきの中で軒下に、はい、吊るしてください。これはずっと吊るしてた方がいいの？当日まででいいんじゃないですかね。あ、はい、じゃあまず 7名の皆さんですね、はいはい、ぜひやってください。まず吊るしてください、はい、いやでもなんかちょっとまだ心配だな。軒下に魔女、うん、ねえ、ね、女の子とほうきの中で晴れたら苦労しませんよ、はいはい、なんかあるんですか、はい、他にもう一つあるのかい、はい、持ってきました。はい、じゃあお願いします。あの事前にできるバージョンで、事前にできるバージョン、はい、はいはい、お願いします。まずほうきを用意してください。あ、やっぱほうきなんだね、はい、そのほうきは、はい、あ、何でもいいのかい。何でもいいです、はい、あの竹ぼうきでも普通のほうきでも、うん、何でもいいと、はい、ほうきを用意します、はい、あの大きさも別に何でもいいです。何でもいい、はい、うん、でそれを空高く、空高く放り投げてください。ほ投げんの？投げる。あ、投げる。じゃあ高速道路とかであまりしちゃダメなの？あのね、でも一番いい場所は山の上なの。山の上か、うん、じゃあまず皆さん、あの鳥海山ですねとか、はい、山頂どうですか、モルガンさんとか。あ、モルガンさんはもうね、うん、毎日山に登ってるよ、いいんじゃないですか、ね、はい、山岳部隊にしてるから、はい、大丈夫です、はい、ちょっとほうき持ってってもらって、それほうきの本数とか100本ぐらい持たせた方がいい。あ、そうですね。あ、じゃあ、うんうん、そうしましょう、そうしましょう、そうしましょう。で、そうすることによってやっぱり雨雲を、あ、直接、あ、はい、その雲に近いところでほうきをバーンって投げる、はい、とか、あとそうすることによってこう風が吹くと、うんうんうん、だから暑さ対策にもいいかなと思って。じゃあほうきを投げると、はい、はい、ほうきを投げる、山頂で、山頂で、うん、できれば高いところがいい、高いところがいいと思います、はい、これはこの2つは事前に本当にやってほしい。できます、結構手軽にできますね、はい、俺やります、やります、はいはい、もうぶっちゃけこれだけなんですけど、事前にやるのは、事前に、はい、事前にやる。ただただほら、はい、当日ね、うん、急に、あ、ね、雨降ったりとか、まあ、ゲリラ豪雨とかもいろいろありますからね、はいはい、可能性あるじゃないですか、はい、あるあるある、困るわ、はい、困るわそれと思って、はい、その当日もし本当に毎日、うん、ね、雨降ったらできるやつ、うん、あ、そんなのもあるんですね。しかも、はい、海でちょうどよく海でできるやつあったんですよ。なるほど、教えてくださいよ、鎖骨ちゃん。見つけてきたんですよ、はい、鎖骨ちゃん人物、はい、はい、鎖骨なんですね。そのタイトル、はい、はいはい、じゃあもしアニソンウェーブ中に雨降ったら、うん、いや困るけどね、はい、まあまあ、はい、お願いしますよ。海でできるやつ、海でできるやつ、よし来い、はい、まず1、はい、月経前の処女を探してください。あのねはい、事前まで良かったよ、すごい番組的にもほうき、ほうきとかね、番組ね、うん、天高く、はい、わーなんてね、はい、良かった、はい、すごくそこは良かったし、はい、エプロンの入りっていうのもすごく俺はさすがやっぱ姫と一緒にやって良かったなってすごい思った、はい、まあ当日ね、雨すごい心配してくれて助かるんだけれども海という会場っていうのもすごくおあつらえの、はい、はい、で、はい、でなんだってですね、はい、月経前の処女が欲しいですよ必要なんですよ。じゃあまずさ、その雨ザーッってやっべ雨降ったっていう時に、はい、私オーガナイザーですから皆さんでマイクで、はい、月経前の処女の方ドン、はい、それにはいって言う人いるかな。いるよ、いないでたまるか別枠で用意した方がいいかもしれないですね、はい、できれば、はい、できればその処女、うん、仮にいたとするじゃん。あ、はいはいはいっつってね、うん、私そうっつって私月経前の処女ですだとするじゃん。いたとするじゃん。見つかった、見つかりました。で、できればできればその子のお母さんがもう閉経してる方がいいんですよはい、じゃあ、はい、私です、はい、あ、君かい、ありがとうございます。じゃあちょっと協力して、雨が止むように協力してほしい、はい、ちなみにお母さんは閉経してるから、はい、
なるほどね、はい、聞いた方がいいな、お母さんは。そうそうそう、君のお母さんは閉経しているのかいと。はい聞いてみますでその後は、まあ、いたとしよう、 いたとしよう、まず今順調だよ、うん、閉経、あ、うん、今聞きました、はい、あ、閉経してますってつってじゃあ私だとしよう、はい、あ、な、姫、うん、姫が役ね、お母さん、はい、うん、お母さんまだしてない、じゃあ、あの少女役月経の少女、はいはいはい、月経少女、あ、来たとして、あなたがいい、はい、お母さん変形してる、はい、お母さん変形、トランスフォームじゃない、お母さん変形し、違う、お母さん変形し、焦ってるよ俺もう終わったと思ってるもん当日雨降ったらもう当日降ったままだよお母さん変形してるかい、はいはい、してるってことにして、うん、はい、でその後ね、その後教えてよ、次は男は、男もいんの、男は、うん、もう会場から出ていくイベントを潰す気か大変だな当日雨絶対降ってほしくない男、後藤王様とかもじゃあ出ていけと、見てはダメ、ああ見てはダメ、この儀式見ちゃダメ、じゃあその月経の処女をだけ残しておいて、はい、あ、女の子は大丈夫、あ、女の子はいいんだ、うん、他はいいんだ、うん、じゃあまず、じゃあこれからちょっと儀式しますんで、はい、男は出てってください、はいはい、ちょっと DJ 中ですけど、あ、女の子の DJ だったら、いや、いないから、その2人ぐらいしかじゃあちょっとあの、うん、うん、しょうがないから、はいうん、はい、あ、ガイペ君じゃちょっと今止めて、はい、出てっつって、はいはい、なるほどね、はい、出しました、うん、なんで出したと、だみんな、うん、海には誰、女の子しかいない、はい、次、うん、じゃあ女の子だけになりましたよ、なったよ、うん、そしたらその処女は裸になる、うん、でも水着だから、ほぼほぼ裸だからバッカじゃねえの大丈夫わかりましたっつってじゃあ裸になってくれたまえと、男いないから、あ、そう、じゃあ指示も出せないじゃんね、あ、そうか、うん、まあ誰かが、そう、別に見られてない、女の子しかいないから、あ、そう、女の子しかいない、いいじゃん、私アマゾネスなんつってねそうなるほどね、ね、まあ、うん、でも、まあ脱がなくても水着だから、うん、まあ、ちょっとね、ね、ほぼ、ね、裸だからいいのかなって思う、うん、どの口が言うんだまあ、じゃあ、はい、まあ、水着だしっつって、はい、脱いじゃえっつって、はい、脱いだ、パーン、脱いだら、うん、そしたら、うん、その処女、裸になった処女は裸になった処女で親が閉塞してる処女、はい、平気が大丈夫、うん、普通だよね、普通、全然普通、うん、裸になった処女にできるだけ新鮮な花をこう体にまとってもらうね、それ花は買ってきて、じゃあ伊豆木さん花は買ってきていいの、うん、買ってきて、じゃあ、あの、うん、いろんな、うん、じゃあこれ使ってねって、うん、その場に置いといてもらえれば、うん、パンジーとか買ってくるでしょ、うん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 、あのちゃんとまとわせるから、まとわせるね、くるくるくるっとまとわせる、くるくるっと、うん、でそしたらその花をね、まとった裸の処女はくるくると踊る、それだけでもうあのワンステージだよでね、くるくる踊るんだ、そう、処女がくるくる踊ってる、うん、ところにその他の女の子たちが水をかけるの海で、そう、海だからできる、わーっつって、海だからできる、ああ、うん、みんな女の子じゃあ水かけてくださいっつってわーっつって、海水でいいから、ああ海水でいいんだ、うん、あ、まあビールでもいい、ビールでも、私裸ビールでもいいんだ私裸鼻まとって冷たいっつって、はい、そうすることでもうすでに雨は晴れる、あ、いやでも昔はあったんですよこれ、いやでもこれリアルにやったら確かに晴れそうな晴れそうなぐらいのパワー秘めてるよ、はい、そこまでしたら、うん、うん、確かに今やったら捕まるかもしれない、捕まるしイベントとして何か男出してるし、もう大変ですね、そう、でも昔はあったんですよこんなことが、ああなるほどね、はい、実際に雨やむんですかね、まあどうでしょうねあのほら、やそんな昔に生きてないからさ、あ、うん、そうだね、でもまあ、うん、実際にあったということですね、はい、あ、じゃあまあもしね、そのじゃあなんかあの初め受付部員に書いておけばいいんだ、はい、
あの処女自己申告制月経前の処女ですか処女じゃありませんかっつってお母さんはっつって丸はい家みたいな感じでこれだけちょっとあの今雲行きが怪しいのでっつって書いてもらえますかっつってじゃあもしそれにもうめっちゃ該当する人はもうパスだよねフリーパスだよねいやフリーパスどころじゃなくてもなんかお金あげちゃうよ、ね、俺が90分買うよちょっと怪しくなるからあそうそう、うん、もうその儀式すら儀式からもう怪しいよみんなでもほらねコスプレして女装すればいいんじゃないん女装でもいいのどうかな女装して童貞でもいいのあでも月経がないからねうん童貞じゃダメかもね、うん、やっぱこう水のそういう雨とか、うん、その海とかその滴るものってやっぱり女性なんですよ象徴がまあ確かに、うん、そんな感じするよそう童貞じゃダメだ、うん、童貞はもうダメだなるほどね、うん、まあまあまあ確かに理にかなってはいますけれども、はい当日雨降ってほしくねえので、はい、あの皆さん事前の準備を最高にしてください、はい、あのその儀式を行わせないように、はい、あのぜひ皆さんあのほうきをほうきを持って女の子を書いてそうそう、はい、まずそれで軒下に吊るして、はい、であとは山に登って、はい、その上からほうきを投げるとはい、はいはい、決して人に向かって投げないようにあ危険ですからね、はい、怪我したら、はい、血の雨が降りますから、ね、はい、はいで当日雨が降ったらもうあの静かに中止にしますあやんないよ儀式そう儀式せっかく調べてきたのにうーん姫の頼みとはいえそればっかりはだいたいなんかその該当する人がいなさそうでもやりたい人はいるかもよその儀式を病院行けよそいつは病院へ行けわけでですね、はい、酔っ払っててもいい酔っ払ってたらやりそうだよねでも酔っ払ってたら私みたいなそれは少女じゃねえよもう人中だよねうん難しいな、うん、ちょお母さんのそれを聞く方が難しいと思うじゃあいやでも割とわかると思うよわかるのわかるわかるなんでえだってナプキン減らないじゃん減らないじゃん言われましても減らないじゃん言われましても、うん、なるほどあじゃあナプキン減ってないのみたいな感じで聞けばいいいやいやいや自分しか使わなかったりとかすればあそっかあ、うん、分かるんだ、うん、でも違うあまあいいやまあというわけでですね今日もスリリングなお話を、はいはいはい魔術というのは非常に奥が深いですね、はい、皆さんもぜひお試しください、はい、当日ね夏バーベキューとかねいろいろアニスムービーに限らずいろいろイベントありますので、ねはい、皆さん、雨が不安だなとか、ぜひ雨降ってほしくないなっていう場合当日の対策もしたいなって場合ですね皆さん、はい、月経前の症状をまず確保してですねバーベキューの場合はロース肉と一緒に用意していただくと、はいはいそっからねそっからですね始めていただければなと思いますので、はい、ぜひ皆さん、はい、よろしくお願いしますよろしくお願いしますはい何をだろうね何をなんでしょうね、はいこんな魔術ばっかりなんですいやでも最高ですねはい、はいね黒猫魔術店さんで相談するのもありだと思いますので、はい、皆さんぜひはいぜひ今日もめちゃくちゃでございました、はい姫の魔女ってどうなの、はい、また来月お会いしましょう、はい結果も分かりますからね、その来月はアニソンウェイ終わってますから、雨どうか、少女いなかったねって話をしてるかもしれませんからね、はいはいはい、来月もお楽しみに、はいみつねこさんでした、ありがとうございました、はい、ありがとうございます、ごめんね、ぶつかっちゃったね。